ますと、例えばどうでしょう、山中さん、目の病気である加齢黄斑性もあと数年かという声もある。それから慶応大学でいうと脊髄損傷でしょうか、まあ、これもこの iPS 細胞によってどのくらいでできるんだっていう、まあ、そういうことを心待ちにしてらっしゃる方いるんですけど、この2つの病気に関しては具体的にどんな目処、どんな将来像みたいなのをイメージされてますか。あの網膜の黄斑変性に関しては一番早いんじゃないかと、はい、あの神戸理化学研究所の高橋正夫先生中心に、はい、日本が最先端を走っておりますが、はい、順調にでは来年にもですね、初めての臨床研究決まるんじゃないかと期待しています。あ、そうですか。脊髄、最初の臨床研究で本格的な治療になるのには、はい、そこからさらに5年10年という時間はかかりますが、しかしまず第一歩を踏み出すというのは非常に大きな意味があります。なるほど。脊髄損傷、あの慶応の岡野先生、中村先生たちともうこの5年間以上共同研究しております。でこちらもどんどん近づいています。すでに慶応のグループがネズミだけではなくて猿でも効果や安全性を確認しておりますので、数年、この網膜よりはもう少し時間かかると思うんですが、数年という時間で臨床研究始めれるんじゃないか。またですね、パーキンソン病とか血小板の病気とかそういったところもどんどん進んでおりますので、みんなが日本人、これ今オールジャパン体制で